三重県の地域区分以外、北勢、中勢、東紀州、南西伊勢島、伊勢、島は、両政国の伊勢国と島国またがる地域。三重県南東部にあたる。三重県による5つの地域区分の一つである南西と、ほぼ同じ地域を指すが、伊勢島は、観光名称としてよく用いられる。三重県は、伊勢国、島国。 伊賀国の各々全域と紀の国東部をもって県域となっているが、観光面で伊勢島という場合は厳密に伊勢、島にカ国の範囲を指さず、伊勢神宮と島半島という二大観光地とその周辺を指す。これは南西と似た範囲を指すことになるが、南西に含まれる大気庁が伊勢島からは除外される傾向にあり、両思いの使い分けになっている。 大気町を除いた伊勢島地域は、人口二十一万七千五百十六人、面積九 912.42km、人口密度二百三十八人、km、である。このエリアには、伊勢市、飛ば市、島市の三市があり、伊勢、飛ば、島と紹介されることもある。三重県の気象予報細分区域の名称としては、伊勢市、飛ば市、島市、渡来郡を、 伊勢島と称する。伊勢島は範囲の明確な定義がないため、その範囲は使用者により多少変動する。ここでは一例を示す。伊勢島を訪れる観光客は高度経済成長の時代に入るまで400から500万人で推移してきたが、神宮式年遷宮のあった1973年に1200万人を突破以降は1300から1400万人を維持するように、 なった1994年に世界祝祭博覧会の開催と、島スペイン村の開業を受け、過去最高の1954万人を記録したが、これを境に観光客の減少が続き、2004年には1017万人まで落ち込んだ。減少の理由として、バブル崩壊、観光施設のマンネリ化などが指摘されている。2006年から、 神宮式年仙宮の関連行事であるお引きが始まると8年ぶりに1100万人の大台を突破し回復傾向が見られるようになってきた。ありがとうございます。